多岐駅は、新潟県南蒲原郡田上町大和座上にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。味栽培店相対式ホーム2面2線を有する、地上駅。両ホームは、古線橋によって連絡している。新一駅が管理する、無人駅である。1番線に面する駅舎には、簡易水化改札機、自動券売機のほか、自動販売機、 トイレなどが設けられている。改札口横の待合室内には、売店と立ち食いそば店を兼ねる、多上駅あじさい売店がある。湯上温泉旅館共同組合の運営により2006年に開店。冷凍麺を使用しているが、つゆや具材などは、同温泉のホテル小柳が供給している。あじさいの名称が使われているが、これは、駅東側の駒道山が、 アジサイの名所であることに由来しているもので、日本レストランエンタープライズが JR 東日本の首都圏内で展開しているアジサイ茶屋とは無関係である。なお、アジサイ売店では駅業務の受託は行っていない。2005年までは簡易委託駅で駅舎南側のスペースには湯田上温泉旅館共同組合が運営する売店が設けられ、 近距離乗車券の発売業務も行われていた。駅前広場にはタクシーが常駐している。JR 東日本によると、2000年度から2003年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅前は古くからの集落、駅裏側は新興住宅地となっている。湯田上温泉の最寄りは当駅、町役場の最寄りは隣の羽生田駅となる。 新潟交通観光バスの鴨市中心部方面への路線バス及び新潟市南区内で運行されている南区区バスのうち白根地区南部の小瀬、宇原曽根地域に至る東部コース1路線が駅前に設置された多賀駅前バス停に乗り入れている。このほか、町の予約型乗り合いタクシー5万度号の乗降場所となっている多賀駅前ありがとうございます。